堀畑優也は、日本の競泳選手。種目は、個人メドレー、自由型。2011年世界水泳選手権400メートル個人メドレー同メダリスト。1990年7月30日、愛知県名古屋市出身。小中9年間キロリットルスポーツカスガイ、スイミングスクールの選手コースで、本格的に水泳を学び、その後、豊川高等学校を経て、 日本体育大学体育学部体育学科卒業。日本体育大学大学院在学中。身長169センチメートルと競泳選手では小柄な方に入るが、本人は小回りできるプラスな面があるとこれを武器としている。自身の専門は個人メドレーであるが自由型バタフライにも出場することもある。ジュニア時代の2008年から国際競技大会に 日本代表として数多く出場し、2010年アジア競技大会では400メートル個人メドレーで優勝した。2011年世界水泳選手権では400メートル個人メドレーで3位に入り、日本人選手としてこの種目で初となる国際競技大会のメダルを獲得した。ロンドン五輪の代表入りを目指し、山本科学工業生の姿勢改善水に、 ゼロポジションプロフェッショナルを使用した練習を行い、日本選手権400メートル個人メドレー2位の結果を残し代表に選出される。ロンドンゴリに400メートル個人メドレー6位入賞。ありがとうございます。